おお、すごいですね。はあはあはあ。ペグ屋さん特注で。はあ、これはヒノキですかね。ヒノキですね。はあ。障子がそのワーロンっていう、ああ、穴の開きにくいもの。ああ、ワーロン紙を使って。はあ、はあ、すごい。仕切れる和室になります、ね。なるほどなるほど、いいですね。はい。はい。一級建築士で不動産コンサルティングマスター。はい、今日はここへ来ているんです。どこでしょう。菅谷工務店です。はい、菅谷工務店です。こんにちは。こんにちは。菅谷工務店さんですね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お施主さんですね。施主です。よろしくお願いします。無事今完成したばかりって感じですかね。そうですね。すごいかっこいい平屋ですね。平屋の何坪ぐらいなんですかね。ここは40坪、ね、40坪ぐらい、はい、かこれはタイル張りですか。外壁は。そうですね、外壁はあの、はい、タイル外壁になってますね。はい、全面タイル外壁です。向きはなんかかっこいい木の感じをしますけども。そうですね、一応あの、はい、防火の軒天なの、防火の軒天になっていて、はい、でちょっとこう木目の化粧がついた軒天材を使用して、あとちょっとわざと軒を深くしているので、今日はすごいいい天気でいいですね。はい、いい天気ですね。はい、はい、それじゃあ中をご案内させてください。わかりました、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。はい、はい、失礼いたします。どうぞ。わあ、すごいですね。はあ、これは床は何ですか。床があのウォールナットの床になってますね。はい、はあ、無垢材です。うんうんうん、タイル張り、はい、このタイルもなんかおしゃれな感じですね。そうですね、床もあのお客様のね、サンワカンパニーで、サンワカンパニーで私があの希望して、なるほどなるほど、発注してしてもらいました。いろいろニッチとか。そうです、ね、ニッチもあのガラスモザイクタイルをちょっと使わせていただきます。これもサンワカンパニーですか。これはリクシルです。これはリクシル、はい、で玄関が広いですよね、はい、この玄関収納があって。そうですね、玄関収納があの、うんうんうん、ここはもうぐるっと回れるような、はい、回れて、あとこう引き戸でこう、引き戸で閉じられるような感じに。一応家族用玄関っていう。家族用玄関。はい、そうですね。はあはあ、力も上がります、引き入れる感じになってますよ、うんうん、って感じ。こういう感じで隠せます、はあはあ。なるほど。完全に閉まっちゃうんですね、はい。もう見えなくなっちゃうので。じゃあ向こうは靴脱ぎっぱなしで。そうです、そうです。なるほど、なるほど。これは、ま、窓ですね。これは窓じゃなくて、窓じゃないんですか。あの私のちょっとメインのこだわりがありまして、はい、部屋なんですかこれ。ご主人のこだわりの。あ、リビングから言ってもいいんですけど、はい、まあ、土間が通じることでリビングに、ここがこのままリビングに行けるような感じなんですね。はい、土間テラスっていうのかな。土間テラスですね。はい、で日差しがよく入って日射取得するっていう感じですね。そうですね。パッシブ設計をした。パッシブで。なるほど。これもハイドアですごいですね。かっこいいですね。そうですね。これもあの神谷コーポレーションさんの、ああ、はいはいはい、フルハイドドアで。ここはトイレですか。ここはですね、寝室。寝室なんですね。ごめんなさい。まだ何も入れてないんで。背が高いからなんか狭い感じにしますよね。ああ、そうですよね。はい、半減の大きさなんですね、これ。ああ、おお。すごいですね。ああ、落ち着く感じで。窓があって、ウォークインクローゼットですね、ここ。そうですね、ウォークインクローゼットで。うんうんうん、ああ、あ、広い。すごい広いな。この壁紙はなんか特殊なやつなんですか。これはまあ市販の壁紙なんですけど。そうなんですか。なんかちょっとその妻が選んだものです。こだわりのね。あ、普通のやつですけどね。でここに照明があって。そうですね、あの
アクリル板でちょっと隠してますので、ここにもクローゼットみたいなのがあるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。これもまた、はい、凝ってますね。天然石のなるほどなるほど、はい、もうここ行くとこれはなんていう仕上げの、これ杉ですか、これはヒノキ、ヒノキですね。でちょっとこのやっぱり掘って仕上げてる壁材になるんですけ ど、これもまた、あ、そうですね、そこもこれは石、天然石、これはあのメラミンの石を置いたんですけど、ここに奥様があの花瓶とかね、お花を置いていただいて、まだ完全には引っ越してはいない引っ越してはいないですね。家具はだいぶ入ってきて、うん、かっこいいですね、この大きいですね、ソファー、テーブルですね。テーブルはオーダーものですか、これは。オーダーものじゃないです、うん、あ、うん、そのまま、そのままで、あ、市販のものですね、はい、いいですね、はい、天井がまたちょっと凝っている感じですね。レッドシダーを貼らせていただいて、はい、はい、天井高 2.6 メーターですね。そうですね、2メーター60取ってますので、はい、結構あの広々しますね。平屋なので結構余裕取れるんですかね、はい、そうですね、ところは結構余裕が取りやすいですね、うん、ここは家としては性能はどれぐらいなんですか。性能が、つまり外皮性能で UH が 0.39 になってますので、うんうん、はんはん、気密性能でいうと CH が 0.3 という数値で、はい、はあの向上させていただいてますね、はい、じゃあもう相当いいですよね。不可断熱もしてる感じ。あの不可断熱まではちょっとしてないんですけども、ど、はい、充填がフェノルフォームの方を充填、フェノルフォームで、はい、させていただいて。なるほど。でキッチンが、キッチンはこれ何製だろう。これはリクシルですね。はい、リクシルさん。あ、いいですね。これ LDK で何畳ぐらいなんですか。22.5 畳。22.5 畳。はい、プラス土間、土間ですよね。土間が入ってますね。土間が入ると3畳ぐらいかな。そうですね、3ぐらいありそうですよね。から25畳、そこを入れると25、そうですね、25ぐらいありますね。25畳ぐらい、はい、でさらに実はそこに和室があるんですよね。そうですね、和室が、和室の小上がりになってるんですね。そうですね、うんうんうん、こんな感じです。ああ、これがすごいですよね。どうなってるんですか、これは。タモという、タモなんですか、はい、木を使ってて、あとこう加工がスプーンカットという施工になってて、すごく触ると気持ちいいという。なるほどなるほど。足触りですね。うん、そうですよね。これででも 1,2,3,4,5 8畳あるんですかね、もしかして全体入れると。全体で6ぴったり、6ぴったりぐらい、6畳ぐらいそれを正方形にしたそうですね。あ、すごいですね。これは窓なんですか。ここはあの、まず、はい、間接照明でその組子細工を入れさせてもらってますね、うん、はい、綺麗、はい、そうすると30畳ぐらいあるんですね、ここね。つなげたら、そうです、30畳ぐらいのリビングになりますね。で、奥に行くと何があるんですか、これは。奥に行くと、はい、水回り。水回りと、はい、こっちはお子さんの部屋。はい。はい。ありますかね。はい。こっちはまだ、こっちは開けちゃう。こっちは開けちゃう。こっちは、こっちは大丈夫です。ちょっとこの辺を。あ、子供部屋という形ですね。ね、あ、なるほどですね。この換気は何ですか。これがはい、こっちの換気扇は屋根、はい、小屋裏をちょっと冷暖房しますので、はい、それの、まあ、あの暖房、冷房をここからこう吹き出すような、あの換気扇だ、ね。全換空調という形。全換空調ですね。はい、でこれが一種換気の換気ですね。これは一種の吸気の方の。吸気になっていて。はい、
換気は何を使われているんですか？換気は熱交換型のパナソニック製のですね、はい、一種換気を使ってますね、はい、換気ってのはどこに設置してあるんですか？換気がですね、はい、屋根裏の方になるんですけど、見えなくて大丈夫です、はい、ここはロフト？そうですね、ここにその小屋裏に行く熱交換換気とかもここに、あとエアコンも実はここに設定してまして、はんはんはん、後でちょっとお店もできるかなと思うんですけども、これもまたおしゃれな、そうですね、何なんですか、青いボタンみたいなのは照明？照明ですね、これで、ね、色が変わります。未来っぽいなこれすげえ、はあはあ、これ床は何ですか？床がですね、これも、はい、ダイケンさんのハッピーアフロアって言って、うんうん、結構水回りにも使えるような鏡面仕上げのフローリングになってます ね、 いいですね、はい、とても綺麗 で先ほどの小屋裏の暖房機から床下に吹いてる感じ で、冬場は冷暖房を床から吹き出した方が効率がいいので、まあ、床からの吹き出し口になってますね。そちらはなんかサロンみたいな感じで、はい、何ですかここは？ここがですね、ランドリースペースランドリースペースに私ここに住みたいすごい贅沢ですね、ここ日当たり抜群で、日当たり抜群ですね、はあはあはあ、はい、すごいですね、洗濯もこのままそこで洗濯してそのまま落としていけるという、はあ、なるほど、はい、すごい、はあ、これがあとこうちょっとこうミラーガラスみたいになってるので、本当だ、まあ、こっちからあんまり見えない、なるほどなるほど、まあ、暗い方が見えないですね、そうですね、はい、そういう感じで、ここはお手洗いになりますね、はい、こういう感じででかっ、お手洗いも大きいですね、広いですよね、あ、あ、でこっちがお風呂なんですね。あ、そうですね。そっちがお風呂ですね。はい。じゃあ開けていただきます。はい。おお。こうやってたまに映るしてるんですよ。ああ、すごい。ここは脱衣室っていう感じですね。ここはそうですね。ね、脱衣室とお風呂と。そうですね。勝手口ですね。ここはなんていうのかな、ゼロエネルギー住宅的な、そうですね、全然性能で言うと全然上ですけどね、はい、絶地になってまして、うん、あとちょっとまだ工事が終わってないんですけど、はい、災害時に対して通常の分電盤と、はい、あとその電気自動車からこう給電できる V2H をちょっとつけまして、ね、こっちがその V2H 用の分電盤で、うん、こちらが自宅が全部の回路のメインの分電盤になってます。蓄電池は特に入れてない。蓄電池はそうですね、お客様の方で売電していくって感じですね。そうですね、うん、と電気自動車も電気自動車から電気を使い切るっていう、すでにお持ちなので電気自動車は何持ってるんですか？三菱です、ね、三菱で、ああやっぱ三菱がいいんですかね。そうですね、まあ、それの話すると長くなっちゃうわかりました。ここもじゃあちょっとだけあれですかね、そうですね、あ、俺ね、ここはロフトに、そうですね、屋根裏ですね、屋根裏なんだ、ね、はい、屋根裏、もう緊張しますね頭ぶつけないちょっとこう、はい、まあ、ただガランドに屋根裏になってるんですけども、うん、ああすごい。あと換気システムがここにあって、なるほどなるほど、はい、持ってんだ。これパナソニックの換気システム、ね。そうですね。はい。あとここにエアコンが、はい、向こう向きで入ってまして、なるほどなるほど。このエアコンで屋根裏をこう空調しまして、はあはあはあ、はい。それをまあ床下に送るのと、うんうん、各部屋から吹き出すのと両方。あ、これだけ余裕あるとダクトもメンテナンスできる。そうですね、簡単にできますんで、はい、分かりました、ありがとうございます。こんな感じになってます、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございます。すごい家ですね、早く住みたいんじゃないですか。そうですねまだまだちょっと引っ越しが残ってますけど外交ができたらもっと立派ですよね。ああ、もう
これちょっとお店できたらなって逆に思ったぐらい。まだ次回じゃあブロック積んでるところで、はい、じゃあまずはセンターホーム、はい、菅谷工務店さんの会社紹介と、はい、菅谷さんの自己紹介、はい、お願いします、はい。当社があのセンターホーム株式会社菅谷工務店と申します、はいはい。会社はですね、はい、香取市、千葉県香取市を中心に、うん、あの新築住宅の、はい、施工と、あと、うん、リフォームですかね、うんうん、の方をさせていただいております。創業でいうと、創業でいうと2代目ですか。そうですね、私の父が創業者で、もともと大工で創業しまして、うんうん、大体そうですね、昭和50年、うんうん、もうやっぱ創業でいうと50年近くになってくるかなと思いますね。センターホームっていう屋号をつけたのはいつ頃から。はい、私がその父の会社にこう入ったのがちょうど14年前くらいなので、うんうん、なるほど。今何歳でしたっけ。40、今年で2になります。こういう次世代の人たちが頑張ってもらうんですよ、ね。はい、じゃあ菅谷さんとしてはどんな経緯というか。はいはい、私ももともとね、そういう大工の父がいたので、はい、その建設の仕事にとても興味を持ってまして、はい、最初は実は建築の大学出まして、うんうん、社会人はハウスメーカーさん。ハウスメーカーで、はい、でちょっと仕事してまして、で3年ぐらいちょっと仕事をした時に、まあ、父の方からちょっと戻ってきてくれないかっていうような。ハウスメーカーだと設計やってたんですか。ハウスメーカーの時は、はい、総合職だったんで営業的なことをやってましたね。なるほど、はい。建築士は持ってるんですか。建築士も持ってますね、はい。素晴らしい。でお隣にいるのがおせしさんで、はい、まあ、ちょっと聞きたいんですけども、うん、どうしてセンターホームを選ばれた。もともと電気自動車を持ってまして、はい、それでソーラーだけで、充電して、うんうん、それ家計の方もそれで、ある程度は賄えるかなと思ったんですけども、はい、ある時菅谷さんの方から、うん、V2H、うん、まあ、こんなのがあるよっていうのを紹介されまして、うんうん、それでそのだいぶメリットがあるなと思って、うん、それが一つと、うん、全館空調っていうのを全く知らなかったんですね、うんうん、で全館空調をやるにあたって、うん、気密断熱高性能住宅だということをお伺いしまして、うんうん、それで菅谷さんに お願いしました、うん、はい。高性能住宅っていつ頃始めたというか。そうですね、まあ、やっぱり本格的に取り組んだのはここ4、5年でしょうかね、うんうん、ただやっぱりもともと気密とか断熱には、はい、うん、取り組んでたんですけども、はい、この手に持ってるものを紹介するんです。ああ、これですか。一応実は本を書いて。そうですね、私の本が、はあ、なんていう題名なんですかね。まあ、あなたの大切な思いを形にする家づくり8つのステップというタイトルなんですけども。はい、まあ家作りを始める、これから始めるっていう人に読んでいただきたいっていうことで書いた本です。一番最初に読んだ方がいいってことですね。はい、映ってるかな。多分ピント合ってないと思うな。はい、じゃあそうですね、今こうなんていうのかな、菅谷センターホームさんとして、はい、取り組んでいる一番の何か話題ってありますか。はい、なんだろう、 V2H なんかなかなかできないですよね。そうですね、うん、やっぱりその去年千葉県は昨年、はい、15号の時に台風の被害で結構受けまして、はいはい、で、うんうん、この地域は実は停電が本当に2週間とか続いた地域もありまして、結構やっぱその電気って大事だよねっていうような、 あとその災害時のバックアップっていうんですかね。それで最近そのじゃあただ単にエコ給湯つけてオール電化でって言ってたのじゃなくて、うん、やっぱりその給湯器もじゃあ災害時に強いような、うん、例えばハイブリッド給湯器にさせていただいたりとか、うん、あと蓄電池をつけるとか、うん、まあ蓄電池がまだちょっと高いので、うん、まあ車から給電できるような、うん、V2H っていうような装置も、うん、ちょっと取り組み始めたところでですね、うん、はい。これは
今回の完全パッシブデザインっていうか、はい、南の開口がすごくあって、はい、多分日射取得すごいいいと思うんですけれども、はい、その設計はどなたがやってるんですか？あ、設計も私の方で、はい、あ、社員は何人でしたっけ？社員が7名ですね。7名ですね、はい、すごいです。年間何棟ぐらいやってる？年間新築で大体15件ぐらいですかね。へえ、はい、営業が1人？営業はいないので、営業いない、私が。そうですね、はい、いいパターンですね、はい。そちらの社員の大工がちょっと2人、うん、2名おりますので。なるほど、はい。おせち様としては、はい、こうセンターフォームに決めた、あの、なんていうかな、決定打みたいなの、一言で言うと何ですか？一言、それで契約しようっていう、なんか決定打。菅谷さんの人柄と、あと、提案力ですね。提案力ね。なるほど。じゃあ、あとは、まあ、菅谷さん、これから家づくりどんどん目指していく。ことで一番今今後取り組んでいきたいことって何かありますか？そうですね、やはりあの、うん、高性能なお家を作っていくことっていうのがやっぱ大事だと思ってまして、うんうん、やっぱりそうすることで、その、まあ、お客様のお家のエネルギーを減らしてたりとか、うん、まあ、当然地球環境にも良くなりますし、なので、今よりももっと高性能で、うん、まあ、当然パッシブデザインも取り入れながら、うん、な、極力そのエネルギーが少ないようなお家を作っていきたいなっていうのが、うん、まあ、それはやっぱり工務店としてやるべきことかなとは思ってますね。なるほど、素晴らしい、はい。まあ、鈴木さん、はい、茨城の、茨城ですよ、はいはい、茨城の鈴木さん、茨城か、怒られるんですけどね、茨城の鈴木さんから紹介を受けて、はい、とても面白いというか、あ、頑張ってる人がいるっていうところで、はいはい、次に紹介してもらえるようなところがもしあれば行ってみたいんですが、はい、そうですね、高松の、はい、黒石建設さんっていうところが、はいはい、あの高松の、はい、高松市かな、高松市、そうです、香川県、香川県高松市の黒石建設、はい、黒石建設さん、はい、の黒石さん、黒石さん社長、行きます。よろしくお願いいたします。じゃあすごい、今日はどうも天気も良くて、本当におせち様もありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。それでは。さよなら。さよなら。